皆さんこんばんは。ようこそ水上パレードへお越しいただきました。船が移動を始めます。しばしの間どうぞ白秋の詩の朗読と歌をお楽しみいただきたいと思います。今年は北原白秋が叙情集思い出を刊行いたしまして100年目にあたります。この思い出こそは白秋にとって童謡の本源を成し得たものだと語っております。そしてたくさんの童謡を生み出しました。あの横のこういうのもあるんだよ。